ジュリオ TV。 シャイだいぶ変わりましたけど、知らない地に行ってるんで、ここに戻ってきた時は人が変わったかのように変わってましたけど、ああいい意味でね、明るくなりましたし、昔あんま仲良くなかったんですけど、こっち戻ってきてから結構仲良くなりましたユースの初心者からすると尊敬する先輩ですし、主力として活躍できるのはすごいですし、僕たちもそういう風になりたいなと思います。いやー、気が使える、俺と同じ誕生日のいいやつ、考えてることもやっぱり素晴らしいかな。やり足のやっぱりリードだとか、あのパスっていうのは魅力的だと思うので、まあ、その中で自分の特徴を生かして、まあ、対人では、ね、特に、ね、負けないところっていうのは、あの彼の魅力だと思いますので、はい、練習終了後にファンサービスをするんですけど、その時もあのサインをしっかり丁寧に答えていて、あのサポーターの方を大切にしているなというイメージがあります。大久保に練習を見に行った時に、紅白戦の時に一番後ろから大きな声で周りの選手を盛り上げて応援しているのを見て、かっこいい選手だなと思って、あの前は35番のユニフォームを選ぶようになりました。僕が一番好きなのは、毎試合勝った後にカミンスキー選手に抱きつきに行くっていうのが、すごくあの2人の絆を感じるし、勝利を再確認するっていうような、讃え合うっていうあの姿がすごく印象的で、駿君らしいなっていうのを感じる場面です。寂しがりで優しい、曲入れるくせに俺に歌わせることが多い非常に頼りになる選手ですし、自分にないところをたくさん持っていて、尊敬できる選手だと思います。まあ、彼に望むことは、チームを安定させること以上に、まず自分が安定したプレーをすることと、安定したメンタリティーで1試合と言わず1年間、過ごしていくことかなと、まあ、その課題を徐々に克服しつつありますし、パフォーマンスもそれについてきているんじゃないかと思いますけど、自分自身人見知り、まあ、最初は人見知りです